交通死亡事故が大幅に増加する中、今日福岡県警が署長会議を開催しました。岡部正勝本部長は極めて厳しい情勢との認識を示した上で、交通事故抑止対策を推進するよう訓示しています。今日福岡県警本部で開かれた警察署長会議には、県内36の警察署の署長など幹部合わせて127人が参加しました。会議の冒頭で福岡県警の岡部正勝本部長は、暴力団の壊滅や偽電話詐欺対策、性犯罪の根絶などに引き続き力を入れるよう指示するとともに、大幅に増加している交通死亡事故について極めて厳しい情勢との認識を示しました。交通事故発生状況は年当初から発生件数、死者数ともに増加傾向で推移し、大変厳しい極めて情勢であると認識をしております。交通指導取り締まり、交通安全教育、道路交通環境の整備など総合的な交通事故抑止対策を推進されたいのであります。福岡県では2001年以来となる交通死亡事故警戒宣言が発表されていますが、おととい土曜日も福岡市東区柏照葉の交差点で軽乗用車と乗用車が衝突し、小学6年の女子児童が死亡しました。今年の交通事故による死者は去年の同じ時期の倍となる36人に上っていて、警察は幹線道路での交通指導や取り締まりを強化しています。